ペットの犬と夫婦で、ミルドレッド・ヒラリー・デイビスは、アメリカ合衆国の女優。ハロルド・ロイドと何度も共演し、後に二人は結婚した。ペンシルベニア州フィラデルフィアの生まれ。父は、ハワード・ベケット・デイビス。クエーカー系の学校で学ぶ。映画女優を目指して、ロサンゼルスに移る。小さな役で何本か映画に出たところ、ハル・ローチの目に留まる。ローチは、ビーブ・ダニエルズの後任を探していたハロルド・ロイドに、彼女を推薦。1919年、その日暮らしから、ロイド映画のヒロインに抜擢される。1923年2月10日、ロイドと結婚。ロイドは、今後ミルドレッドは映画に出ないという声明を出す。しかし、ミルドレッドは夫を説得、くせ者揃いで一度だけ復帰する。ロイドの共演ではなく、堂々の主演だった。その後は、ビバリーヒルズの地域活動に勤しみ、ハロルド・ロイド邸では、バラのガーデニングを楽しんだ。仲の良い友人には、女優のマリオン・デイビス、コリーン・ムーアがいた。夫婦仲は円満で、子供は3人。ハロルド・ロイド・ジュニアは、俳優になった。1969年、カリフォルニア州サンタモニカで、心筋梗塞のため死去。遺体は、フォレスト・ローン・メモリアル・パークに埋葬された。なお、ロイド映画に、子役で出ていたジャック・デイビスは、ミルドレッドの実の弟。1925年に俳優を引退した後、医者となり、UCLA デイビッド・ゲフェン医学部の准教授も、務めた。彼の娘シンディは、俳優のクリス・ミッチャムと結婚。その子供、ベントレー・ミッチャムも、俳優をしている。ありがとうございます。